あのコロナが終わってね、観光始まったら皆さんも台湾来たらね、普通というか微妙、今までで一番美味しいわ。これだけ食うて500円ちょいとか何事。はい、今日のお店はこちら。ここは MRT C 面6番出口から徒歩10分くらいかな。地元の若者たちに人気のお店、台南のいい麺が名物の食堂のようです。老舗の食堂みたいやけど、リニューアルして小切れになっておるね。もやしの量よ。おお、夕方の5時開店と同時に来たけど、すでにほぼ満やな。それにしてもここ客層がめちゃくちゃ若いよね。メニューはこんな感じ。へえ、外れとはいえ C 麺やのに値段がめちゃくちゃ安いね。なるほど、だから若い子らが多いんやね。よっしゃ、ほなこのお店の看板メニュー、チャオパイガンイー麺をもらおうかな。お、ルーローファンとジーローファンの合いがけ、ジールーファンがあるね。ほなルーダン、煮卵は必須やね。それからここは水餃子も有名みたいなので、上菜ニラの水餃子ももらおうかな。全部食べれるかな。ドーン！全部食べれるかな。こちらがこのお店の名物、チャオパイガンイー麺。イー麺というのは日清カップヌードルの元祖と言われていて、このように平打ちの細麺でジャンクフード的な麺料理なので、主食にはもちろん、小腹が空いた時のおやつ感覚としても好んで食べられる麺料理ですよ。こちらがルーローファンとジーローファンの合いがけ、ジールーファン。ほぐした鶏肉の上に脂身とそぼろタイプの半々のルーローが乗ってあるね。タレもご飯によく旬でて美味しそうやな。これは絶対煮卵との相性も抜群やろな。くぅ、早く食べたい。こちらも名物の上菜スエイジャオ、10個入りやで。10個入りで60元、約210円って C 麺やのにめちゃくちゃ安いよね。生地は割と厚めで、これはもちもちした食感が予想されますな。へー、すでにタレがかかってあるんやね。おお、中身はニラがたっぷり入ってて、こりゃうまそうやな。よっしゃ、ほな食べていくで。全部食べれるかな。台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね、チーメンのね、外れにある台南のね、イーメンとシュエイジャオですね、水餃子がね、有名のね、お店に来てます。なんかね、ここのお店誰かに紹介してもらったんですよね。だけどこのチャンネルでね、いろんな人にいろんなお店紹介してもらってるんでね、まあ正直ね、ぶっちゃけ言うとね、あの誰にどの店を紹介してもらったかっていうのね、覚えてないんですよね、正直。はい、誰に紹介してもらったのね。でもね、その紹介してもらったリストにあるお店なんで、誰かから紹介してもらったんですけど、ごめんなさい、ちょっとね、誰に紹介してもらったかちょっと覚えてないっていうね。コメントでいただいた紹介してもらったお店も、どの人に教えてもらったかっていうのがね、遡ってもう見ても分からなくなってしまってね、今度からちょっとメモしとかなあかんかなってちょっと思ってるんですけども、一応ね、台南といえばね、あのイーメンっていうね、日清カップヌードルの元祖になったって言われてるね、このイーメンっていうのが有名なんですよね。でこれが一応お店のおすすめのね、チャオパイって言って看板メニューですね。イーメンね、混ぜそばですね。あとこれがね、ルーローファンとジーローファンの抱き合わせ、まあ掛け合わせたジールーファンっていうやつがあるんですけど、まあそれと煮卵ね、はい、あとシュエイジャオね、水餃子ね、はい、もう美味しいらしいんで、ガオリーツァイ、キャベツか上菜、ニラがあるんですけど、僕は上菜ニラが好きなんでね、ニラの水餃子ね、注文しました。よっしゃ、これね、
全部炭水化物なんでね。ジルファンもちろん炭水化物で米でしょ、イーメンも炭水化物で、シュエイジャオも皮小麦粉で炭水化物なんでね、果たして全部食べれるのかってとこなんですけども、じゃあね食べていきたいと思います。まずねイーメンからいきましょうか。名物なんでね、よくかき混ぜてね。日清カップヌードルのね創始者は安藤桃福さんって言うんですけども、この人実は台湾人なんですよ。日本に帰化した台湾人で、でこの台湾のねこのイーメンをモデルにして作ったのが日清カップヌードルやってこう言われてるんですよね。はい、よっしゃー、すごいですよここね。もうオープンが5時なんで、夕方の5時なんですけど、オープンと同時に僕今日来たんですけども、満席やったんですよね。でやっぱね値段がすごい安いんで、若い子たちにね人気があると思いますが、客層が若いんでね。じゃあいただきます。美味しいわ、めっちゃ美味しいわ。今までいろんなところでいい麺食べたけど、今までで一番美味しいわここのいい麺が。なんやろ、台南ってね結構甘口、甘い味付けが多いんですけど、ここの別に甘くないね。え、なんやろ、うん、ニンニクが効いてて結構ね油っぽいね、油が結構使ってるんかな、なんかね旨味がすごいある。でも何の旨味なのかな、化学調味料の旨味なのか、なんだろう。これはちょっと辛くしても美味しいかもね。うん、これはね麺がすごく美味しいね。何やろ、麺にね薄くなんか油がまとってるみたいな、うん、だからとてもジャンキーな食べ物やと思うけど、これはちょっとね癖になる味やと思うわ。味はあっさりしてるんやけど、すごいジャンキーやね。うん、やっぱね今までいろんなところでいい麺食べたけど、いい麺食べたらやっぱいつもねジャンキーだなって思うんで、あ、だからカップヌードルの元祖なんやね。ジャンクヌードルの王様やもんね、日清カップヌードルなんかね。これはちょっと家の近くにあったらねハマってしまいそう。すごい中毒性があるわ。うん、おいしい。じゃあね次ね、シュエイジャオね、ニラのね水餃子ね、ここねもうあのねタレがねかかってるんですよ。じゃあいただきます。うん、おいしいわ、おいしいおいしい。うん、これしかも10個で60元なんでめっちゃ安いよね。多分1個20円ぐらい。いやこれはねおいしいわ。皮が、生地がすごいもちもちで、結構ねここのね水餃子の生地は厚めやね。皮がすごいもちもちで、中にね結構ニラがたっぷり入ってて、あとすりおろしたね生姜とニンニクも結構効いててね、これはおいしいわ。うまい。いやほんとね台南系のお店ってね甘い味付けが多いんですけど、ここほんとに甘さ控えめでね美味しい。かといってね別にね上品な味とかじゃないんですよ。ほんまなんかローカルって感じのね大衆食堂って感じやね。美味しいわ。まあハズレとはいえ C 麺でね、この値段でこのクオリティでこんなローカルフード食えたら、これはちょっとね値打ちあると思う。うまい。でもねやっぱねこの上菜ニラの水餃子はね、過去ね唯一1軒だけ三つ星つけたお店あるんですよ。僕の家のめっちゃ近所にあるねチョンチェンイエスっていうね、まあ24時間やってる夜市があるんですけど、チョンチャン号車の近くのね、そこの夜の6時から出るね屋台のねニラの水餃子がもうめっちゃうまいんですよね。あそこを超えるねニラの水餃子ではないわ。やっぱりねあそこを超えるところもうないんじゃないかなって思うわ。めちゃめちゃうまいんですよね。あっこね6時に屋台出るでしょ、10時ぐらいにいたらもう売り切れてるんですよね。下手したら9時ぐらいでも売り切れてるからね、もうずっと行列よあそこは。でもここのね水餃子も負けてないわ、めっちゃうまいわ。値段も全く一緒やしね。じゃあね次はねジルーファンね、ジローファンとルーローファンを掛け合わせたみたいな。ジルーファンね、これね珍しいと思うかもしれないんですけど、実はねルーローファンとジローファン置いてるお店はメニューになくてもジルーファンといえばねやってくれるんですよね。だからまあまあコロナが終わってね観光始まったら、皆さんも台湾来たらねジルーファンって言ってねちょっとね注文してみてください。おーってこうなるんでね。じゃあいただきます。
普通。シルファンはね、普通やな。イーメンとスエジャオがめっちゃ美味しかったからもっとなんかうわ美味しいかなってなると思ったけど、めっちゃ普通やね。いやでも台南のねお店ってほんま甘い味付けが多いんやけど、これルロファン、ジルファンもね全然甘くないわ。むしろ3つとも甘さ控えめやね。じゃあね、煮卵と一緒に食べてみますわ。ルーローファン系とね、煮卵はもうこれ絶対一緒に食べないとダメなんでね、これもうルールで決まってるんでね、はい、いただきます。うん、うん、普通。煮卵もね普通やな。めっちゃ味薄いわ。いやー、何なんでイーメンとスエジャオめっちゃ美味しいのに、これ煮卵はマジで味薄いね。こんなに味が染み込んでない煮卵初めてかもしれない。ほぼゆで卵みたいね、これね。めっちゃ不思議やな、なんでやろう。いやこれジルファンのね、このルーローの部分がねマジでちょっと微妙やな。うん、いやーこれはちょっと残念やね。この鶏肉の部分もね、ほんまになんかただ茹でたやつをほぐしましたみたいな、手でちぎってほぐしましたみたいな感じで、うん、超普通やな。まあまあまあ、でもねここはねいい麺のお店なんでね。いい麺めっちゃうまいわ、やっぱり。まあこれが看板メニューなんでね、これが美味しければオールオッケーですね。うわーこれはほんとマジでこれジャンクフードやね。薄い皮一枚油で覆われてるみたいな麺やね。言葉では言い表せないね。水餃子、うん、うまいわ。いやでもねもうねだいぶお腹いっぱいになってきたわ。全部食えないなこれね。はい、いい麺ね、全部ね、完食しました。ちょっとね、ジルファンとシュエジャオはちょっとね、ちょっともう食べれないわ。シュエジャオもあともう2個だけなんやけど、もうちょっとお腹いっぱいやね。ジルファンはもうちょっとあかん、無理やね。うん。いい麺はマジでめっちゃうまかった。で、シュエジャオも、まあお腹いっぱいで食べれなかったけど、めっちゃうまかったね。ジルファンは微妙やね。ルーローファン、ジルファン、頼まない方がいいです。はい。いい麺とシュエジャオ頼んでください。はい。特にね、いい麺が看板なんで、いい麺おすすめです。今日もありがとう。ごちそうさま。はい、食べてきました。名物のチャオパイ元イーメンは35元、約120円と激安。日清カップヌードルの元祖と言われるだけあって、安くて手軽に食べれて非常にジャンキーで中毒性のある麺料理だと思いますわ。これもし家の近所にあったら確実にハマるやつ。多分週 2,3 回くらい来てしまうかもな。こちらも名物の上菜スエジャオは10個入りで60元、約210円と激安。生地はもっちもちで食べ応えがあって、中身はニラがたっぷり入ってて、すりおろしニンニクとすりおろし生姜がよく効いてて、かなり美味しい水餃子やと思いますわ。ルーローファンとジーローファンの合いがけ、ジールーファンと煮卵で50元、約180円。うん、普通。いや正直これはちょっと拍子抜けでしたね。いい麺と水餃子が本当に美味しかったので、この流れで絶対美味しいと思ったらまさか普通というか微妙。残念。全部合わせて145元、約520円。これだけ食うで500円ちょいとか何事。今回は二つ星、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。